ミュンヘンのガイドのフィッシャーと申します。本日はミュンヘンの旧市内をご案内いたします。そしてこちらに、見えているのがオペラ座です。そして銅像がありますが、この方がマックス・ヨス1世、バイエルン王国の最初の王様です。そしてこのバイエルンは非常にナポレオンと関係がございまして、ナポレオンが政権を取った後、ここはナポレオン同盟、ライン同盟に加わることによってバイエルン王国として独立いたしました。そして、このマックス・ヨセフ1世、ナポレオンに招かれましてパリに来ます。でパリのオペラ座を見て非常に羨ましがりまして、ミュンヘンにもオペラ座が欲しいということで作られたものです。そしてこちらレジデンツ、ビッテルズバハ家の宮殿です。ここの城主の方、ビッテルズバハ家の方が1918年までここに住んでられました。そしてアンティクアリウム考古館ですね、広い66メートルもあるお部屋、天井のフレスコ画が美しいです。そしてローマの像などもたくさんございます。ミュンヘンのシンボル教会、聖母教会フラウエンキルヘでございます。双子の、タワーで塔の高さは100メートルです。この教会は1468年ミュンヘン市民が自分たちの力で作った教会で、出来上がるまでに20年かかりました。というかクレーンも何もない時代ですので20年しかかからなかったんですね。そして、最後資金難になりまして、異国人の帽子と言われている玉ねぎ型の塔が作られたのが50年後になります。中は22本の八角形の白い柱がずっと並んでおりまして、ね、そしてステンドグラスが綺麗です。中には悪魔の足跡というものがあります。この教会を建てる際に、悪魔はどうしても教会を建てるんだったら窓のない教会を作れと言いました。そして教会ができた時に悪魔が見に来ました。でしめしめと、窓のない教会だと思ったんですね。そして悪魔の足跡のところまで来て、左右を見ると窓が見えてきました。ということで悪魔が非常に悔しがって地団駄を踏んだと言われている悪魔の足跡もございます。今閉まっておりますけれども、こちらがホクブロイハウス、4000人から5000人入るという大きな大きなビアホールです。歴史は古いです。そして明治の陸軍の軍医さんであって、そして作家でもありました森鴎外さんが明治政府の要請で約4年間ドイツにいらっしゃったんですが、そのうちの1年ミュンヘンにいらっしゃいました。森鴎外もしばしばここでビールを飲んだということをドイツ日記に書いてられます。こちらがマリエ広場です。あちらの建物が新市庁舎です。新です、強調しますね。ミュンヘンは第二次世界大戦で被害が大きかったんですね。そしてこの新市庁舎も被害が大きかったんですけれども、新ゴシック様式でもう一度修復されて、現在の形になっております。グリーンの枠のところに人形が見えますね。仕掛け時計です。
等身大165センチあります。上段の方がビルヘルム5世とレナーテ姫の結婚式の模様、トーナメントの模様です。下が、コキアテロを作っている職人さんたちのダンスです。今年は多分、ないと思いますけれども、毎年ここでクリスマスマーケットが開かれます。冬でもエクゾチックな果物などがたくさん売られていて、そしてチーズ、ワインなど扱われております。ミュンヘンのお台所、台所と言われております。コロナで街はガラガラですけれども、落ち着きましたら皆様どうかミュンヘンにいらっしゃってください。美しい、可愛い、綺麗な街でございます。お待ちしております。じゃん、いいねと思ったらじゃん、チャンネル登録お願いします。またまた。